吉野さん、そのポジションに立たないと見えないことってのは結構多いと思うんですよ。ですので私はね、いつもこういう表現してるんですよ。あの、登り詰めるまで、まあ見えないと。これどういうことかっていうとね、あの、山の頂上に行かないと見えないでしょってことなんですよ。登り詰めなければ見えない景色がある。うん、だから登ってる最中は山の斜面しか見えないんですよ。 もしくは自分が振り返って今まで歩いてきたとこしか見えないんですけども、登り詰めちゃうと社長になると360度見えるわけですよね。ですんで、あ、向こう側からも登る道があったんだなってことも気づけるんですよね。で、向こう側から登ってきてる人は大変そうだな、こっちは楽そうだなってところも見えるわけなんですよ。で、もう一つ、よその山も見えるんですよ。つまりよその会社とかよその組織。で、その頂点で、悶ダ苦しんでる人や、楽勝で勝って次の山を目指している。 他のの会社の社長とか見えるんですよねまあけど雇われ社長っていうのは上り詰めた山その山にオーナーがいて言ってみれば頂上に登ったけどもでも見えないわけなんですよ囲われててもう見見るることが許されてる範囲しか見えないんですよね、うん、まあそういうところがあるんでやっぱりねその会社の頂上に登らなければ、うん、まあ他の山から見てる感じなのかなと思いますよね。 うん、まあなんかね今回はね「あの他人の他」ということで書き始めてるんですけども「あの他も人なり」って書くのはなかなか面白いことですよね。人なりって書くわけですよね。他も人なりつまりは、まあ、難しいんですけども「他人の立場になっていくことができますか?」っていう問いかけだと私は思ってるんですよね。一社員で採用された時にも「社長の立場だったらどういうふうに思うかな?」 社員の立場だったらどう思うかなとか、部下の立場だったら上司の立場だったら、会社を辞めた人から見たら、お客さんから見たら、取引先から見たらどうかなってことで、360度、あらゆるところから見て自分の姿をきちんと見ることができれば、他も人なりっていうふうに見えるんじゃないかなと思いますけども、常に自分の立場からしか物が言えなくなると、これはそういう人って、あの、対立から逃れられないと思うんですよね。人の立場になれないってことは。 つまり商品開発もうまくいかないし企画もうまくいかないしセールスもうまくいかない何もかもうまくいかないと思うんですよ自分の企画を立てたとしてもその企画を評価する人の立場になって書かなければ評価する人が全然ね NG を出すかもしれませんし評価する人がねこんな計画だったら通してあげたいなっていうふうに思えるような企画を持っていけばいいわけじゃないですかそうなるとどうなるかっていうと 例えば会社でしたらね企画を出すときにその企画を評価する人と相談しながら作るっていうことになると思うんですよつまりは先輩や上司と縁が濃くなるってことですよねそうして煮詰めたものって企画会議でまあ通るでしょって話なんですよそれが私人脈作り、ね、根回しだと思うんですよ根回しってのは何もお金を渡してね自分の企画通してくださいよっていうだけが根回しじゃなくて すみません部長こういう企画をちょっと3種類ぐらい作ってきたんですけどもちょっとどれがいいか今度の週末あの煮詰めてもらえませんかっていうふうにして一緒に煮詰めていくんですよねそしてある時のこの企画会議で誰の原案を通そうかなと思った時にはもうすでに決裁権者である部長があこの、えーね、計画だったら通せるよってものが自分の手元にあってはい出したってなるんでそれをずるいと見るかどうかですよね。 だって社内には必ず決済権者っていて、その人と一緒に企画を考えていくのが上司部下の関係を強くするのに、何もね、飲み会行って、何、仲良くなることが縁作りじゃないですからね。だから常に私は思うんですけども、回答は出題者に聞けと思うんですよ。そしたら、だいぶ最短で見えるし、何を答えさせたいのかってことが分かりやすいですし、それが私のね、最大の攻略法かなと思います。これもだから、あの、 他の人になればあ、他者になることで自分になるっていうんですかね。うん、他も人なりの考え方だと思うんです、うん、だからもしかしたらね、今吉田さんがこういう状態になって、前の会社の関連の人ってのはまあ喜んでいるかもしれないですよね。嫉妬するよりも。もしかしたら、その会社の会長は、いや、これを見越してね、俺はあえて切り離したんや。 言うかもしれないですね結局誰もわだかまりを残した人がいないっていう状態になるんだったら全部がいい勉強だったねってことになると思うんですよでも以前の会社を離れる時に吉田さんがね借金をかぶらされてそれで腐ってもう自己破産していたらどうでしょうかってことなんですよ誰も良くならないですよねでうん会長もねああやめてあんなになっちゃったか 悪悪い思いいい思思ががすするるしし辞めた吉田さんも私もこのリレーができなくなっちゃってつまんないしみたいな感じでね結局あれじゃないですか生き残ることとか勝ち残ることが全てを肯定するんじゃないですかねで負ければ全部が負け惜しみとか言い逃れになっちゃってつまり本当に負けるってことになると思いますそうなったら他人は他人のまんまじゃないですかね多くの人から他人呼ばわりされて終わりみたいな でも今の吉谷さんの姿を見るに前の会社の人も誇らしいんじゃないかなと思いますまさに吉谷さんのことを我が身のように誇るわけなんですよ、うん、それが他も人なりという考え方にも通じるかなと思いながらの今回の動画でしたいってらっしゃい